そろそろじゃあまとめに入りたいなと思うんですけれども、はい、ちょっとアンナさんの方からなんかどうぞ。何でもいいです。何でもいいですか。でも粒子堂に、FM 粒子堂に関して、なんかゆっくり出させてもらったのは初めて。そうだね、あのね、差し差しで、うん、1対1は初めてですね。初めてですかね、1対1は。会うのは一回、もうじっくりお話しするの。あ、そうだね、お会いするのも初めて。たくさん関係でね、1対1で会ったことはあったけどね。あとそのエコダに案内したいっていうのが結構僕あったので、はい、いろんな人をね、あのエコダのこの下町っぽさっていうかさ、はい、結構自分のことになってるんだよね、それって。自分が住んでる町のことは自分のことなんだよね。あ、でもね、そう、なんかこういう遊び方というか、うん、いうのがすごく久しぶりな感じがしたんですね、うん、あの今日龍心君とお会いするという感じで、まあ、どこで会いましょうかっていう話になった時に、龍心君からメールでね、そういう僕の第二の故郷であるエコダをご案内しますっていうような話をいただけて、なんか今ってそういうあんまりね、自分の住んでる地域を紹介したり地元を紹介したりっていうのがないじゃないですか。あんまり。そうだよね、普通にまあ間ぐらいで会ってお茶してみたいなことが多いのかなと思ったので、今日は本当に大学の方も案内してもらって、本当に龍心君の街を龍心君の自分を紹介するかのように、そういうことですね。本当に案内してもらえて、すっごくね、今日私楽しかったし、あ、なんか新鮮で、すごいよく龍心君のこともすごい分かりました。やっぱりここに来たっていうだけで。そうだよね。僕そういうの割と好きなのね。で例えばさ、東京に誰か来ました、うん、じゃあ池袋で遊びましょうとかさ、新宿とか渋谷で遊びましょうみたいな話って多いじゃない、でもその場所って自分とは何の関係もないんだよね。ただ、まあ、遊ぶだけじゃない、まあ、ボーリングしたりカラオケでも、まあ、飲みに行ったりでもいいんだけど、そうするとなんかその遊んでる人とも自分ともその街は関係ないんですよね。だからどこでも良くなっちゃうの。あ、それって面白くないなと思ってて、まあそれと思ったのは、その住んでるところ、住んではいるけど詳しくないっていう人も多いと思うんですよ。あ、確かにね、別にそこに払いも、特に別にまあ例えば家賃とかいうのが安い、条件的にそこにたまたま住んでるだけで、別にすぐそこは出た、仕事場だったりとか遊び場には出る、帰ってくるだけの場所っていうので、そこを案内してもらうっていうのはね、本当に今日はだから龍心君がそのやっぱり土地とその住む、やっぱりここに住んでる意味とかいうのも考えるね。そもそもね、家決める前に僕はそのエコダに住みたいっていうのがまずあって、やっぱり大学の学部まではずっと実家から通ってたんだけど、やっぱ自分この町が好きだったから、だから住むとしたらこの町に住む決めてて、まあ、その時点で、まあ、愛着があるんですけど、で、まあ、さらに引っ越す前というか家を決める前にもちゃんと下見に行って、この地域は愛せそうかどうかというのをね、ちゃんと目で見てきて、それから決めたのね。で、例えば小学生とか中学生ぐらいってさ、ずっと地元じゃん。だから地元で遊ぶのは普通でしょ。で、そういったことって大人になるというかあまりやらなくなったりするじゃない。それが僕ね、ちょっと嫌になってきてるんですよ、年頃的に。ちょっとその昔面白かったことをまだやりたいっていうことだと思うんですね。なの、だから友達がうち来てなんかやって遊ぶとか、そういうちょっと割とシンプルなね、自転車でちょっと走ってみるとか、走ったりとか、なんか散歩したりとかさ、なんか結構これ行き切ってると思うんだけど、かなり戻ったか、老後ぐらい進んだかじゃない、その過ごし方、時間の使い方とかさ、その
遊ぶ場所のエリアとかさ、うんうん、まあですか、俺の言葉になかなか合うんですよ、逃した線でちょっと合うんです、ね、自分がどっちが楽しいかって考えた時に、そっちの方が楽しいんだよね。だから地元の神奈川の方もいろんな人と案内したりとかして遊びたいしね、まあ逆にね、アンナさんにもね、海ヶ丘、はい、ツアーやってもらいたいなって、ね、はい、そうやってね、こうやって案内してもらえたらね、私はまあ 1年間住んではいたけど、逆に海ヶ丘のこと私ここまで知れてなかったんじゃないかなと思ったりして、だからでもまあ1年住むとさ、お気に入りのお店とかなんか出てこない？あでも、あの梅ヶ丘は静かで、うん、本当に、うん、あの綺麗な場所でしたね、うん、梅ヶ丘っていう名前だけにやっぱ梅が多いってこと？そうなんですよ、いや、桜でした。あ、桜ヶ丘、そうですね、あのね、あの 梅って、あの 梅めるの梅から来たみたいです。ウィキペディアで一回調べたことあるんですけど、梅る、あの、うん、なんかね、ちょっと全然、梅立ての梅あるじゃないですか、うん、あっこうがな、あの文字カラーが、そうなんだ、音の変化で、うんうんうん、ああなったみたいで、その何が梅ってたかっていうのを、まあ、全然思い出せないんですけど、ゴミゴミじゃない、なんだろうね、梅たんですよ、なくなっちゃった、何かを、うん、埋蔵金、徳川埋蔵金、でも私ガオカっていうあの地名が好きで、あ、いいよね、自分の実家が、うん、生まれたところが、うん、黄金のようです、富ヶ丘っていう、富ヶ丘、はい、うん、っていうところで育ったので、うん、自分の中でなんかすごいゆかりがある気がして、うん、東京に住む場所も、うん、あの自由が丘と富ヶ丘で探したんですよ、うんうん、ひばりが丘とか桜が丘とかあるよね、光が丘とかね、うん、でもまあ、ヶ丘で結構決めましたね、うん、なんとなく、うん、ガオカっぽかったですけど、ちょっと坂があって、ああ、まあね、だいたい坂とかね、うん、あるしね、なんとかガオカとかね、うん、じゃあまあ、今日はここら辺で、じゃあ奈良の方をね、今度行きたいですよ、はい、遊びに来ていただいて、でその時はもう奈良の方はちょっとね、やっぱり地元なんでご案内できるんじゃないかなとは準備をしていこうかな、全てにおいて興味津々ですね、はい、奈良だとね、あそこ行きたいな、僕なんか石のさ、遺跡があるとこあるじゃない、アスカですかね、石舞台、うん、あそこ僕ね、行ってみたいなと思ってるんですよ、はい、なんか変なね、うん、石そうですね、石の変な形のなんか動物とかの石があるっていう、はい、聞いたことあるんですよ、はい、自然でそういう形してるんですか、うん、なんか掘ったらしいんだけど、でちょっと仏教ベースじゃないっぽいのね、形を見ると、はい、その神社系っていうかさ、その地域の神様を祀ってるっぽい造形なのね、はい、だからそういう、僕プリミティブなものに興味があるんで、はい、一度見てみたいなと思ってますね、勉強しておきます、ご案内するまで、はい、はい、お願いします、はい、はい、今日はありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございました、お願いします。